柏崎港は、新潟県柏崎市に所在し、新潟県が管理する地方港湾である。古来から天然の地形を生かした港として利用されていたが、1892年に柏崎倉庫株式会社及び柏崎浮き船株式会社が創立され、近代的な物流が開始された。1922年から1927年に、 かけて、防波堤及び防砂堤が築造され、現在の港湾の基礎が整備された。1952年には、港湾法における港湾区域指定により、本格的な整備が開始され、船舶の大型化に対応するため東側へ、拡張された。1971年に、国際貿易港となった後は、中越地方向けの木材、セメントを扱う工業港として、発展。 2007年の新潟県中越沖地震では、会場からの支援拠点として活用された。第二次世界大戦後の港湾整備に関しては、1953年に柏崎港規制同盟会の会長となった田中角栄の貢献が大きいと言われている。2017年度の発着数は601隻、内外交商船7隻、利用客数は184人である。 西防波堤の内側に、西埠頭、中央埠頭、東埠頭、中浜埠頭と7つの岸壁を備えており、大型船舶が接岸できる中浜埠頭、東埠頭では、貨物が取り扱われている。中央埠頭付近は、漁船などの小型船舶の係留に利用されている。旅客埠頭である西埠頭では2002年から、港湾活性化事業の一環として、 柏崎市や柏崎市観光協会などの支援を受けて柏崎観光汽船が福浦八景を遊覧する観光船浜那須を下記に運行していた。約50分間の周遊航路だったが利用客の減少により2012年に運行を終了した。利用客は運行を開始した2002年の約5600人がピークで以後減少。2012年は 約1800人だった。また、春季には、イルカウォッチングの運行も行われていた。中浜不島2号岸壁、中浜不島3号岸壁には、貨物船だけでなく、クルーズ客船、アスカ2や、パシフ、イックビーナスが来航する。休日は、釣り人で賑わう。また、西不島には観光施設、誘拐が設置されている。柏崎地区の西側に、 東の和海水浴場を挟んで、新潟県が管理する、公共マリーナである、新潟県柏崎マリーナが存在する。ありがとうございます。